皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はグリスアップを時々してくださいというお話をさせていただきたいと思います。グリスアップと言いますと奏法でもあるんですよね。こうやって弾いたやつを上げていく、これグリスアップというんですけど、今回お話しするグリスアップはオイルを刺すことですね。どこにかと言いますとこれです。ペグ、はい、糸巻きの部分に油を刺すということですね。ここのギアの部分です。こういう風な形でギアが見えてるウクレレ、これにしていただきたいんです。このギアが見えてないウクレレ、例えばエルヴィスの U100S なんですけども、ギア見えてないですよね。クローズドバックというんですけど、こちらの方はオイルを刺す必要はありません。はい、このタイプのギアが見えてるものですね。こういうものには時々でいいので刺してあげてください。特に問題なければ刺す必要はないんですが、回しててちょっとこうきしむような感じがするとき、滑らかに動かないとき、動かしたらちょっとこうキシキシという風な感じ、手に伝わってくると油を刺してあげるといいということですね。はい、自転車に刺すような CRC ですね、クレ556とか、ああいうので大丈夫ですし、こういうスプレータイプのものですね、拭く前にここのギアのところにホコリなんかが溜まってませんか？これだけチェックしてください。ホコリ溜まってると、そこに油拭きますと、ギアの中に油と一緒にそのホコリを、固定させることになりますので、ホコリを先に払っておいてください。こうやって拭く、もしくはハケなんかで、ついてるホコリを払ってから油を刺すようにしてください。このままビヤーっとやるとですね、このヘッドが油まみれになりますよね。でティッシュなんかでこう周りの余計なところに飛ばないようにこう囲っていただいて、ですよ。でこれ噴射するときにですね、こういう形にならないように、まあ無理やりこうしてますが、下からこうやってしまいますと、このガスだけが抜けて中身が、残ってしまうということがありますので、必ずこの頭の部分はこういう状態。はい。上からしっかりとガスも中身も出るような感じにして、周りをですね、これで囲っていただいて、で、ギアの部分だけが見える状態にして、ここに少しだけかけます。はい、今ぐらいですね。スッとかける。で、かける位置はですね、これ見ていただきますと、このギアが噛み合ってる部分ありますよね。わかります？ギアが噛み合ってる部分、ここの部分ですね。はい、それとつまみの部分を受けてる、ここの、これですね。ここの部分ですね。はい。これと両方にサッとかけるような感じ。で、軽くこう回してください。で、余分な油はこうやってしっかりと拭くようにしてくださいね。はい。スプレー的なやつじゃなくても普通にですね、こう垂らすような、そういうやつでも OK です。はい。クレ556もペンタイプのものが出てますので、それでちょっとこう塗っていただく感じでも OK です。で、まあ、弦変えるときですね。弦変えるときに塗っていただくと、弦交換のときはペグをたくさん回しますので、このギアの部分に全体的に、油が行き渡りやすくなりますので、やってください。この、これするだけでですね、随分違ってきますから、今もちろんウクレレ2年3年、買ってから経ってるけども、一回も油を刺してないという方、ぜひ刺してみてください。スムーズに動くようになると思います。それからですね、この弦とかに油がつかないようにしてくださいね。それで劣化する場合もありますから、弦のところにはなるべくつかないように塗っていただければと思います。はい、BJ のウクレレ講座。今回はグリスアップについてのお話。ウクレレのペグですね。これのメンテナンスです。お話しさせていただきました。この動画がいいなと思った方は、ぜひ高評価ボタンの方のクリックをお願いします。それからチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。星空を見ることはできないだから今は
瞬きももったいない。